キャンピングカーのセールス販売してる人。ゲストが入ってきたところにですね、このような人たちがゲストと反対側に向かっていますが、いろいろ客引きしているみたいね。皆さんご覧ください。キャンピングカーがディズニーで禁止になりました。いや、ヤスです。今また上海ディズニーランドに来ております。朗報です。6月30日から上海ディズニーランドではキャンピングカーが禁止になりました。今日は来ているのはまだ6月中なんですので、キャンピングカーはまだ OK なんですけれども、これから禁止することになりました。キャンピングカーが禁止になった変化のもう一つは、私はまたマスクをつけ始めました。最近はですね、身の回りの方がまた陽性になった方が多くて、私はですねちょっと注意しないといけません。中国ではですね、コロナの解除はいきなりだったので半年経ちました。最近はですね、みんな半年の保護期間が経ちましたので、過ぎましたので、どんどんまた2回目の陽性が始まったらしくて、ちょっと気をつけないといけません。まだ開園前の上海ディズニーランドとなりますが、ゲストがどんどん殺到していますね。私は前回の動画で効果が効いたかどうか分かりませんけれども、その声がなんとなくですね、ディズニーの方が届いたらしくて、これからですね、キャンピングカーがディズニーランドに入ることができませんでした。パークに入る前にはですね、まず巨大のドナーちゃんと写真を撮りますね。実はですね、私は今日はですね、上海ディズニーランドに来ているのはお客様のアテンドもあります。ツアーアテンドの休憩時間を利用してまた動画を撮りたいと思います。どういうツアーかというと、上海ディズニーランド VIP ツアー、主要なアトラクションですね、プレミアアクセス付きで効率高く、それからですね、混雑なし、それからですね、一番大事なのはマナーの悪い方と急ラインに一緒に入らなくても済むようなツアーでございます。果たしてこのような VIP ツアーがどのような効率でアトラクションを回ることができるかを検証してみたいと思います。パークに来る前にですね、ゲストの姿も覗いてみましょう。この方実は私服警備員なんですね。でキャンピングカーを利用されているゲストはまだいるのですけれども、もうしばらくですね、いろんなところで新しい規制がかかる看板が置かれておりますね。ゲストが入ってきたところにですね、このような人たちがゲストと反対側に向かっていますが、いろいろ客引きしているみたいね。そろそろ仕事が始まりますので、後で仕事の間にですね、休憩の時間を利用して皆さんにどうして今回キャンピングカーが禁止になったのか、それからですね、どんな変化が発生したのかを共有したいと、お話をしたいと思います。ちょっと今からお客様と待ち合わせしないといけませんので、後で話しましょう。エントランスに入ったところにいろいろな方が集まっているのですけれども、知らない方の待ち合わせです。それも上海ディズニーのビジネスチャンスの一つ、後で説明します。お時間は9時26分お客様がトロンに乗ってきます。私が休憩始まります。スタンバイ時間50分でプレミアアクセス持ってるとすぐに乗って帰ることができます。トロン刺激ですね。お客様が朝から1個目トロンを体験してもらいます。おー、今日はですね、お客様がそれぞれのアトラクションに全部ファストパスというか、プレミアアクセスがついていますので、並ぶことがなくスムーズに入ることができます。お客様もですね、 YouTube を見ていただいているといらしくて、いや上海ディズニーランドは大変だから、こうプレミア VIP ツアーがあった方がいいじゃないかと。確かにその通りです。今回はですね、また来た。今回はですね、上海ディズニーランドではキャンピングカー禁止になったのもやっぱりですね、いろいろ声が聞かれていると思いますね。邪魔になる。確かにこのキャンピングカーがですね、無断で勝手にどっかに置くと邪魔になりますね。時間は9時49分、お客様はもうバスライドイヤーズ乗ります。バスライドイヤーの前にモンスターのグリーティングを待っています。みんな
隣のスティッチが今日はメンテナンスか。これスティッチは日本の東京のターキートーク、に似てるやつ。海外のパークにいろいろないものがありまして、いろいろ楽しめるところですね。時間は10時です。お客様はピーターパークに乗りますね。今このようなキャンピングカーをパークに持ち込もうとするとチラシが配られますね。6月30日からダメになるとか。1ヶ月の時間を利用して皆さんにこのニュースとかにも報道されているんですけど、これからのパークでは持ち込めませんよということ。オフィシャルの通知お知らせにはですね、持ち込めない理由は安全の問題です。やっぱりこういったキャンピングカーが低いんですね。パレードとか花火が人が集まるときにはですね、見えないかもしれないから人が転倒する可能性があると。でもカメラマンは忙しいですね。おお、カメラマンの装備、たくさんお花、ぬいぐるみ、おお、ベルがいる。時間は10時14分。お客さんも7人のコピットのメアマイントレインに乗りました。本当はですね、プレミアアクセスがついてると早いですね。私はあまり休憩時間がなくて、本当にちょこっとしか喋れませんでした。スタンバイだと90分待ちになりますね。やっぱり上海ディズニーのようなところですね。ある程度ですね、お金をかけて、プレミアとかにすると楽しめるところですね。パークチケット1枚だけだと楽しめないわけではないですけれども、やっぱり中国では楽しくするにはですね、お金必要ですね。時間は10時34分。プーさんのハニーハットアドベンチャーに乗ります。プーさんの隣に柵の奥、もうズートピアが見えます。今回のキャンピングカー禁止についてはいろいろ反対の意見も聞こえています。なんか子供にですね、寝させたいと、キャンピングカーあると寝ることがないと寝ることができませんとかという、あと2人子ですね、子供を持っている親が絶対にキャンピングカーないともう動くことがパークに行くことができませんよと、またさらに反対の声、じゃあそこまで歩けなかったらパークに行かなくてもいいじゃないという話も入っています。時間は11時1分前。カリブの海賊が体験始まります。時間は11時34分。ソアリに来ました。これはですね、ずっと中国の方のゲストのマナーが悪いと話ばっかり私が今まで言ってるかもしれないですけど、でもワゴンに置いてある荷物を見るとやっぱり皆さんが普通にですね、やっぱり皆さんはですね、普通にですね、荷物を安心にですね、キャンピングカーに置いてあるから物が盗まれることが心配がないですね。もちろん注意事項にですね、貴重品は置かないでとか書いてあるのですけれども、私たちキャッシュレスの時代ではですね、貴重品ってスマホだけです。スマホにあらゆるものが入っています。それ以外は貴重品じゃない。私のこのチャンネルはですね、中国の悪口するものではありません。真実な中国、実際の中国の素直に伝えるものでございます。上海のソアリンはですね、日本とはほぼ一緒なんですけど、最後のシーンだけが上海のプートンに戻ることになっています。でも同じソアリンですけど、日本のミュージアムの設定と違って、こっちはですね、昔山にある完成台ですねのストーリー設定です。お客様がソアリンに乗ると私の休憩時間が少し長くなりますね。ソアリンってやっぱり少し体験時間がありまして、プレッショーとかあります。私のマスクをご覧ください。あのダフィー&フレンズのマスクですけど、公式のマスクではなくて、勝手にですね、誰か製造しているものが、あのディズニー好きな方の間にですね、広がってインターネットで買えます。すごく安くていろんな柄がありまして、公式より。私もですね、前にも動画投稿していましたけれども、中国のコロナの解除がいきなりでしたが、その時私たち一気にですね、みんな感染でした。それでですね、半年経ちました。本当にですね、科学家が言った通り、
医学者先生たちが言った通り、半年が過ぎると保護力が落ちてしまう。目の周りの方はですね、感染かかっている方が2回目ですね、多くなりました。みんな一気に感染されるから、また一気にですね、みんな、2回目になるから、ちょっと私は最近はですね、気をつけています。最近はですね、上海ディズニーランドでまた一つ新しいビジネスができています。私はですね、パークに入る前にはあの女の子を見えました。お客様に髪、メイクアップ、髪型、髪を作ってくれる女の子です。要するにですね、パークの中に皆さん写真を撮るじゃないですか。それからですね、写真カメラマンがいるんじゃないですか。そのカメラマンたちのサプライヤーでもあるかもしれないですけど、お客様に髪を作っててメイクアップしてて、あの綺麗なディズニーの写真フォトを撮るという女の子がいますね。パークの中にずっといて、いつでもですね、作ってくれる髪を作ってくれる女の子がいました。時間は12時17分、まもなくパレードが始まります。お客様はパレードの優先席を取ってゆったりとしたエリアでパレードを見ます。私はちょっと休憩時間でご飯を食べに行きます。パレードが始まりましたけれども、相変わらずの柱の電柱の芝まだでございます。子供の耳大丈夫ですか？子供は背が低いんですけど、大人までがやっぱりうちのようなツアーで専属の鑑賞エリアあるとゆったりと見ることができるんですね。いや、ディズニーさんの電柱とか植木が丈夫だよね。ゴミ箱も丈夫でよかった。本当は私のように後ろ後から来る人が全然見えないね。この人たちも見ても何も止めないね。12時56分、ロアリングラピッド、これです。びしゅ濡れ、びしゅ濡れです。でも大丈夫です。お客様にはですね、レインコートをご用意しております。うちのツアーに参加すれば。これはですね、濡れるかどうか運次第ですね。この浴衣は全然濡れてない。こっちも、おお、始まった。大丈夫でした。次はまた来ています。おお、今回大きい。あ、よかった。ああ、それでも、ああ、私も濡れてる。動画の最初にですね、パークのエントランスで人が集まるゲストなどの皆さんが知らない同士で集まって一緒に抽選するんですよ。実はそこにはですね、ビジネスチャンスがあります。どういうチャンスかというと、上海の年パス所持者はですね、お買い物すると 20% オフができるのですけれども、年パスの方がエントランス前でワンデイパス持ってる方を待って、一緒に5人グループ作ってて、一緒に抽選で当たったらですね、一緒に店に入ってリーナベルちゃんのグッズ買えるじゃないですか。そこでワンデイパスの方に、まあ 10% オフとか 15% オフ、 5% オフとかで買ってあげるよとかっていう風に、1日のインパクトで少しでもお金作ることができるらしいです。頭賢いでしょう。今時間は2時前、私の仕事終わりました。お客さんも満喫できました。キャッスルの前ですね、まだ活躍されてる写真屋さんいっぱいありますね。お金払えばですね、こういったパレードのところでですね、ゆったりと見ることができるし、後ろの頭の後ろからで人の携帯がスマホが出すこともないからですね、ある意味で中国で楽しめるようになると、昔よりどんどんお金がかかることでございますね。ということで、今回またツアーガイドしている間の動画でした。皆さんはこの動画の内容よかったら、チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。